16歳の学生です。大丈夫とかなんか心配してくれる LINE かな。16歳学生です。16歳学生です。会いたいとか普通に好きだよとかちゃんと思った時に伝えるっていうのがすごく女性は嬉しいかなって思います。ぐいぐい来てくれた方が嬉しいなって。今何してるのとかこまめに送ってくれたりとか構ってあげようかとか言ってくれる人はいいです。それは嫌じゃないです。今暇とか好きじゃない相手から来たらちょっと引いてしまうけど、可愛いとか遠回しに言われたら嬉しいな。私の性格は面白いと言われた時はめっちゃ嬉しいです。自分のなんか独特な性格があって、なんか周りの女性たちとなんか違う、よくなんか見えられてなんかすごく嬉しいです。会ってない時の駆け引きがうまい感じの LINE とかは会いたいを加速させるんじゃないかな。なんかこう駆け引きがうまい人とか、なんか電話したいとか会いたいとか寂しいとかは、おー私もって思っちゃう。正直に伝えてくれるみたいな感じですかね。にシンプルに好きって言われてだけどなまで、あんまり深くは突っ込んでこないけどさりげなく何回かちょっとずつ褒めたりとかしたらいいのかなって思いますね。程よく自分のことも言ってほしい。今日こういうことあったよみたいなのを程よく言ってほしい。仕事で病んでる時にこの人はこうだからみたいな感じでこう違う目線から言ってくれたのは嬉しかった。支えになったかな。